していきたいと思います。はい、それではですね、一回まずこの問題文読んでもらいましょう。これ、問題文読んでくれる人。はい。違う、ダメでやめとけ。じゃあ、りょうが君読んでもらいましょうか。はい、こちらの問題文読んでもらいます。はい。かつて全国の小学6年生にアンケートを取ったことがある。中でも卒業筆者の心に残ったあるクラスの、答えを紹介したい。問いにはこう書かれていた。あなたの小学生時代を振り返って楽しかった思い出を教えてください。そのクラスの回答で多いものを丸の大きさで図に示すとこのようになった。ダントツでうんこである。勉強やクラブ活動に勝るのはまだわかるが、遊びよりも上位に来るとは驚きとしか言いようがない。彼らの中で忘れられないうんこブームがあったのだろうか。でも分かる気がするのだ。小学生の頃にうんこで大笑いした思い出が私にもある。そしてその頃に友達や仲間同士で涙が出るほど笑ったうんこの記憶は一生続くインパクトを持つのだ。このクラスではうんこが合言葉となる何かがあり、小学生時代を象徴するキーワードになったのだろう。羨ましい話である。はい、はい、ありがとうございます。筆者の方が小学校にアンケートを取ってうんこという回答が一番多かったと、それを元にした話となっております。このタイプの国語の問題、久しぶりにやりましたよね。こちらはですね、この文章を読んでどう自分で、これを文章を理解する必要がありますね。つまり読解力になりますね。さて、問1、この文章の話題は何ですか。こちら文章をちゃんと読んで、やっぱりその人の話を聞かない人はね、これバレます。葵くんの答え、筆者が小学生時代を振り返って楽しかった時の心に残った答え。話題ちゃうやつ。何を見てる。あの、書いてあったんですよね、あの文章。書いてあっただけですよね。はい、繋がってはませんよね。はい、はい、あ、さんちゃんもこちらダメですね。筆者が小学校時代笑ったことを振り返った時の心に残った答え。先週だよ、こういう人が育つんですね。はい、さて、まあ、ドイツこんな感じです。こちら正解した人多いです。さて、まるに、こちら図の中でうんこが大きく書かれているのはなぜですか。はっきり言ってアンケートの結果ですよね。アンケートの結果が大きかった、多かったから、一番多かったから図をその、多かった順で大きさで示しましたよと。こちらね、皆さん正解してるんですよね。だってそりゃそうだよって話ですよね。そりゃそりゃそうですよね。そりゃそうですよね。皆さん、先ほどまでこの物語、この文章は理解してますね。それを経た上で、かたし君、図の中でうんこが大きく書かれているのはなぜですか。これで、いや、ちょっと怖い、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 多分、うんこを覗く気がすごく楽しい。みんなうんこのぞきしてたから、いや、
俺はですね、この改造より良くないところがあって、横書きなんですよね。自分の経験をもとにしてどのように考察していますか、まあ、こちら答えはですね、まあ、簡単に言うと、うんこでたくさん笑った思い出から、一生続くインパクトがあるからであろうと、まあ、そんな感じの最後に書いてあったようなことが書いてあればいいと思うんですけど、こちらかざしの答え、自分もそういえばなんで思い出す自分もそういえばうんこ覗いたことあっなーってなんでそれすごく面白かったなーツイッターで言えないと思う。
ということでまたやりますので、皆さん小学6年生のテストがこの状況はかなりまずいんじゃないでしょうか。勉強は頑張ってしてください。またやりたいと思います。ということで以上、小学6年生国語のテストでした。